はい、どうも皆さんお疲れ様です。ターポンです。ターポン実況する2を2シュラのイメージ編。今回は、49回目、表裏のもてなしということで、やっていきたいなと思います。早速ですね、やっていきたいなと思うんですけども、なかなかね、前回、柴田勝家戦を得て、で、今回はね、確か藤吉郎戦になってくるので、結構難敵だと思うんですけどもね、まあ今後のことを考えると、ここでちょっと藤吉郎の動きに慣れていきたいなっていうので、やっていきたいと思います。行くぜ！利休殿は、あざす。さて、ここもかなり、敵が序盤は多いのと、序盤は人が結構多いかな？中盤がね、あやかし勢が出てくるところなんですけど、序盤は結構ね、人が出てくるので、忍べてないんで、お前は。もっと忍べ。我々だ。で、出て。カモンボーイ。まあ、人はね、シラの夢編、思いっきりもね、とんでもない。いっと大筒やば。あと、この毒かな、毒のスリップダメージが結構入るんで。いやいや、抜けんのかい。うい。よし。反対側からじゃないと分かんない。ほら、いいじゃなくて、古い。よし、オッケー。温泉。まだ温泉はいいかな。ここなんかいるんだよな、ここ確か。あれ、ここなんだっけ。おお、パパ様。しかも一難状態のババさんは強い。危ないっすね。ノークいいダメージ入るな、ほんとな。このショートカットあんまり必要ないんじゃないけど。オッケー、サクサクっていくぜ。とりあえずここはね、あれがね、飛んでくるんだわ。で、なんかいる。で、中ボスがいるから倒して、で、こっち側に一人。よし、おい。はい。オッケー。なかなか人気が出ない。うわ、左から。うん。ありがとう。よし。よーし。で、あそこにいるから、倒して、倒そうかな。この戦乱の日の元、しょって立てるのは藤吉郎殿だけよ。危な。行くぞ。どなたか存じ上げませんか。我がやられたこと。
つえ。あぶねえ。6でますね。父上、お許しを。森かな。これでこう抜けると半蔵殿いらっしゃるんで、でここからあやかしがいっぱい出てくるのかな。ここからはね、あやかしがワンサーカー出てくる。あやかしさんがワンサーカー出てくるので、ひでちよ殿、お主を待っておった。この先はさらに厳しい戦いになるはず。一人では心もとなかろう。わしも共に参る。ありがとうございます。さて行きましょう。一難状態のやつに結構力なんかが落ちてる。これはみんな多分これなんてことしやがる。いやマジこれね、あやかしだよ。結構危ねえ。やばい、死ぬ。あーやられた。そう、量が多いな。下道兵が2で、鬼とババさんね。 OK、 了解した。いきまーす。ここね、常闇でもなんでもないので君が1に向かってきまーす。大変でーす。ある程度半蔵さんに任せて倒せるやつから先に倒しますね。結構錆びついた鍵を入手し、あぶね。頼むぜ。初代半蔵さんよ。新手だ。まだ気は抜けんぞ。いやー、ここで、まあやべえなこれ。これはやべえな。一旦もめから先に倒さないと。いやー、一旦もめんで動きが遅くなると厄介な連中が多いぞ。やるな。追いつかれ。ちょっと半蔵さん、半蔵さん、半蔵殿。大事ない、参るぞ。姫様、お願いします。大丈夫だ、心配はいらん。心配しねえぞ。じゃあまだ来るか。あー、なるほどね。どこから湧いてくるのか。やばい。いや、ちょっとそれは厳しいですよ。いやー、びっくりしたねー。いいじゃい。おー、やべ、あぶねよし、す
全て退けたようだ。いやー死ぬかと思ったけどな。よし、戦略も全部回収できた。で、鍵を入手するとここが開くんで、宝箱を忘れずゲットしておきましょう。あんまりいいのは出なかった。じゃあ行きましょう。まあ結構ここの、まあ、突破は結構難しいと思いますね。量が多いのと敵の、数考えるとね。でここからはね、本田忠勝さんがいらっしゃるんで、ここからはあやかした人の、混合ですね。戦場とは嬉しいものよ。いつぞやの恩返させてもらうぞ。秘伝のせい、それがしに任せよ。おお、頼んだぜ。このやつらを勝たしようっていう嬉しい考えはなかったのかな。ぶつけ DDT。 あんなら、もう徳川のツートップがいるんじゃなんとかなるぜ。この槍で貴様の首もらい受け。ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと体力がそういう感じなんだね。これやろうね。いけーな、おい。あー、戦ったん。いや、強いね。ほい。やー、あー、おーおーおお。はい。一番最初にやられてたじゃねえかって言ったら怒るな。そりゃ怒られる。回収してここからはですね、いろんな敵が出るんで、またあー、ここ闇ですね。オーマイガー、いやー、で、枯れるね。しまいました。ちょっとお任せします。やるな。着火。あと。
返した危ない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 、危ない危ない、やばい、その前に何とかしてくれ俺死ぬから、マジで危ね、大丈夫、案ずるな、俺らしは死なぬ、だいぶ死にそうだったけど大丈夫なの、おいるじゃん、ちゃんと倒してくれ頼むから、一緒に行こう、先に追いそう、そう頼んだぜ、じゃあさて問題はこっからだ、ここなんだったっけ、これバニューだった気がするんだよな、鬼かやばい、よやばい、えぐいね、あぶね、死ぬかった、鬼えぐいな、よし、あ、無ジーナだね、こんにちは、どうも、ただこの状態で叩くとまた戦闘になりますからね、はい、ありがとう、さあ、先を急ごう、よし、ちなみにこの大砲で撃つと、確かね、お玉のルートが多分できるのかな、お玉に行く道が多分できるはず、覚えといて損はない、でこっから先はまた人とかがいろいろ来るので、レベルもねもうちょっと上げたいですけどね、さあ見せてくれよ、取れ、ドロップすることになる、で、ここに、あ、違うんですか、こっちです、ありがとうございます、オープン、さあ、東吉郎戦ですね、ああ
きますか。じゃあ仲間を呼ぶ。悪いが仲間を呼ばせてもらうぜ。この人の装備はなんだ。わかんねえな。あ、これ最下じゃないか。いや、行きましょう。徳四郎戦。この藤吉郎は、記録削りさえすりゃ、いけるからな。多分いける。ただ攻撃力は、やばい。基本的に攻撃力やばいから。やだよ、こんなこと言われますし、もうえい。えい。やっぱ強いよな、キレノジ。ボリュームです。回復するとね、セリフがね、出るんですよ。ナイスジドーン、ナイスジドーン。ボス戦ジドーンがありだな。覚えようかな、まあ、持ってる。音楽かっこいいですね。オッケー、ゲット。ありがとうございました。ありがとう。意外とさっくりね。はあ、これでここを突破して、お見事、お見事でした。さて、効能で、お、15嬉しいな。強化できるな。15出てきたか。トンボ切り回してもいいし、ホタル丸に回してもいいかな。15出るんだ。へえ。そいつは嬉しいね。読み12。あ、これあれだな。取っといてもいい。防具は、基本的に、まあ、いろんな装備ドロップするんで、取っとくっていうのも一つ手なんですけど、基本的に赤鬼か日の本一か若武者と東国西国しかあんまり興味はないので、お守り、お守りはなんかいいのが出たかな。よし、じゃあちょっと時間が残ってるので、ですね、次がこれ焦点の間になるので、焦点の間はね、コロクと、あとかまいたち、ボス2連戦というか、まあ2個あるので、途中まで行けるかな。結構序盤でかまいたち倒していけると思うので、まあこれは次回にしようかな。うん、時間的にちょっと、ちょうどいいと思うので、次回50回目はこのね、ところをやって、で次がね、残りがこれですね。平等院と
大吉郎第五の花火とボスが、これが四天童子おさかべ姫ラストですね。でここが、ウィリアムはすぐ終わるから、最後ここに行くのが、大竹丸戦ですね。まあだいぶ終盤に修羅のイメージ、まあ、楽しんできてるんじゃないのかなということなんで、まあまあまあ次、まあとりあえずね、ここまで来るとまだ切りがいいかなと思うので、50回目デイダラボッチ戦、ダイダラボッチ戦かな、楽しみにしてもらえればなと思います。というわけで皆さん、ご視聴いただきましてありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。